はい、ね、トミーチャンネル始まっちゃいましたけど、今日何やるかというと夜釣りやります。でですね、夜釣りやるんですけど、釣り自体がもう約20年ぶりやるんでほぼド素人です。というわけで今日は釣りとキャンプの達人に来てもらいました、モスフィッシュの石川さんです。カモン。こんばんは、石川氏、今日よろしくね。よろしく。場所はですね、中川というところに来ております。中川で、8月の夜釣り何が釣れます？うなぎ、シーバス。うなぎ、シーバス。あとは運良ければチヌ。運が良ければチヌということで、目標はうなぎです。帰ってうな丼食べたいと思います。それではゴー。やばい、なってるやばい、来た。ダブル釣りおめでとう。というわけで江戸川区中川で20年ぶりの釣りをスタートします。この日はうだるような暑さだったんですが、夕方に降った雨が釣りには追い風のようです。期待が持てます。さて、釣りのスタイルはシンプルな仕掛けのぶっ込み釣り。初心者でも大物が釣れるそうです。そして餌は青い染め、ちょっとグロいんですかね。この青い染めの付け方が久しぶりやると苦労するんです。これ刺さったじゃん、はい、1回、はい、そしたらここをこの形のまま刺していく感じ、うん、ここからこうやってグイグイ、そうすると針の形で入っててくれる。あー、そのまま刺し込むんだ。そうするともうここが安定するから絶対刺す。さすが達人、お見事って感じ。さあ次は仕掛けを投げます。ここを左手の人差し指で持つ。左？あ、右手だ、ごめん。はい。そうだね。俺が突っ込んでる。はい。で、これを外す、スプールを。ああ、うん。やってた、やってた。でしょ？昔。うん、お、これで。で、投げるだけ。投げるだけだ。うん、こっちね。こっち。そう。いい？いいよ。これがぶっ込み。ぶっ込み。ただこれだけ。ぶっ込みの飛び。どうよ、うん、ドラグをドラグ、まあ、糸が出ない状態、うん、ドラグ効いてる状態、うん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 、ドラグを緩めた。そうするとこれがね、こうやって出るよ、大丈夫か。こうすると引かれてもこれが出るだけだから竿を持ってかれない。お、これ鈴じゃん。そうだよ、鈴を上、こうだ。そう、それで、はい、この辺でいいの。よし、もしかかるとこうなる。おー、いい音を鳴らせよ。さあ、というわけで私の竿が2本、そして石川氏の竿が2本、計4つセットをし終えました。石川氏曰くですね、油断をしないと魚は釣れないということなので、今からは、のんびりと油断をしたいと思います。はい、じゃあ、釣れることを祝って乾杯。はあ、なったかかってるやばい。じゃあドラグゆっくり、ね、楽しんで引きを、ゆっくり楽しくね。どう、かかってる？なんか重いっちゃ重いけど、あ、かかってるかも。はいよ。あ、うん、なんかちょっとだけビンビンくる。ビンビンくる。ビンビンくる。いいね。ほら、どうよ、ぶっ込みのトミー。あ、やべ、やっちゃった。いや、でもなったもんね、確実に。なったね。一番上。うん。これ短いでしょ。多分食べられた。あー、なるほど。針から外れてる。うん。ここでは多分かじられた。かじられた、はい。はい、さあ。で、これ何？また付け替えて。もうちょっとつけた方がいいかも。短く、うん、小さいやつつけようか。オッケー、オッケー。今の時間帯は潮だまり、なんだっけ、潮止まりっていう風に言うらしくて、潮の流れが止まるらしくて、こういう時は、釣れる確率が低いそうです。なので、こういう時はゆっくりお酒でも飲みましょう。重たい？やばい
ばいやばい、来てるかも。ほらほら。おお、いいじゃんいいじゃん。どうするよ。いや上げて、もっともっとぐっどんどん巻いて、で竿立てて。竿立てて。竿立てる。そう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 。やばい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 、来ちゃったかも。来たね。トミーチャンネルやばいよ。来た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 、ほら。宣伝入れたな。おやばいやばいやばい。あ、なんかついてる、かかってる。ほら、来た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 。おい、なんかダブルダブル。やばい、ダブル。ダブル来ちゃった。声、声。声。来ちゃった来ちゃった。どれどれ。これが一匹。こっちが二匹目。というわけで20年ぶりに釣り上げた魚はシーバスの生後ダブルでした。一応釣れたってことで。一応じゃないね、釣れたら事実でんで、でもダメです、これで満足はしちゃいけません。60センチ級のシーバスとウナギを釣ります、こうご期待。しかしその後当たりはなく、投げても投げても時間だけが過ぎてゆくのです。全然当たりないから、ちょっとそろそろ帰ろうか。そうね、まあそれもいいんだけど、まあ、こう帰ろうかなって思って片付けようかなって思った時にでかいのが来たりするから。やばい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 、来た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 。いいね、いいね、その感触味わいたい。ちょっとやりなよ。違うでしょ。すごいね。違うでしょ。すごいすごいすごい。面白いっしょ。うん、あ、でもなんか緩まったよ。え、嘘嘘。ちょっと もっと巻いた方がいいよ。いいよいいよ、来ちゃって来ちゃって。おお、来た。うなぎ来た。やばい、来た。うなぎだ。やべえ。やべえ。うなぎ来た。オッケー。うなぎ。はい、うなぎ。何センチ級これ。ああ、でも50センチ。50センチ。60。というわけで念願のうなぎをゲット。石川さんが担当する竿なんですけどね。欲しいんだ。でもね、でも強いのよこれ。うん、でも面白いでしょ。すごいすごいすごい。巻いて巻いて。うん、もっと巻いて巻いて。ダメだこれ。すっごい、あ、やばい、折れそうだよこれ。水にこう水面に出すぐらいの勢いで。そう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 。すっごいこれ見てほら。うん、すごい。すっごい。やったじゃん、やったじゃん。いやーすごい。いやー、体力使うこれ。すーごいでかい。すーごい。えいだ。あ、すごい、ここにね針があるんだって。危ないよ。おお、うん、でもかわいいよ。かわいいんだよね。かわいいよ、えいちゃん。いいんじゃ、俺あれみたいじゃん、最初の案にあった国立競技場みたいな。というわけで幻の新国立競技場ゲットです。ちょっと待って、餌交換しようと思ったらかかってた。やった、大変大変。そう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 。お、いいじゃんいいじゃん。うー、かわいいじゃん。かわいいね。よっしゃ。というわけで日付を超えたらヒット連発、本日2匹目のエイちゃんです。やばいやばいやばい、来た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 。やりました、ないね、当たりがね。じゃあもうちょっと置いとこう。こうやって帰れないんでしょ、そう釣り。そうそう、釣りってそうなんだ。あ、違う違う違う、これ俺が引っ掛けた。ちょっと待って。かわいい、ね、エイちゃん来ました。ラスト5分前ラスト5分前というわけで、約4時間半、はい、夜釣りを楽しみましたけども、成果はシーバスが2匹、そしてウナギが1、エイちゃんが3、こういう結果になりました。久しぶりの、釣りをしたんですけども、なんていうんですかね、肩の力を、抜いてですね、友達と酒を飲みながら語りながら釣りを楽しむ、こういうね、楽しい遊び方もね、味わうことができました。これも全てモスフィッシュの石川氏のおかげです。ありがとうございました。